霜の降る夜、語りたくない話だから、思い出すのもつらい話だから言わずに来た。あれから30年、いや40年近く経つ。話さねばと思って話す。中国に日本軍が攻め込んだ時の話だ。私もその中にいた。その頃は戦争は嫌だから行かないなどという自由はなかった。もしそんなことを言ったら死刑になったろうな。中国は広い。私は北市、中国の河北地方にいた。その時のことだ。丘の下に怪しい火が見えると知らせが来た。軍隊には必ず保証というのが立っている。夜も昼も銃を持ち、鋭い目で見張りについている。その保証からの報告だ。丘の下に怪しい明かりが見える。昨日の夜も見えたが、その場所から少し動いたという。おかしい。あの辺りは草原で、今はその草も枯れ荒れ果てている。誰もおらんはずなのに、何者か。敵のスパイかと、部隊は先だった。見てこいと命令が下った。一人でいいという。私は手を挙げて敬礼し、丘を下った。暗い夜だった。11月の霜の降りる夜だった。星までが凍っているようだった。かすかな明かりが確かに見えた。揺らめいている。時々ふっと消えて、すぐまた光る。50メートルほど手前まで近づいたとき、私は腹ばいになった。そのままじりじりと進んでいった。体の下で霜がザクザクとなる。心臓がドキドキして、その音がドドとまるで大きく聞こえるんだ。冷たい銃を握りしめ、と辺りを伺って、あっと思った。白い綿のような塊がぼーっと浮かんでいる。いくつもいくつも浮かんでいる。それが何かわからない。息を詰めて見ていたが、じーっと動かない。またあった。ザクザク。霜が鳴る。明かりは時期そこだ。焚き火の匂いが流れてきた。穴を掘ってどうやら火を焚いているらしい。ああ、だからついたり消えたり灯ったりするように見えたんだな。じりじりと張って、ようやく穴までたどり着くと、体を乗り出して中を伺った。見て驚いた。穴の中には火が燃えていて、そのそばに男の子がいた。たった一人だ。そう、10歳くらいではなかろうか。こっくりこっくり居眠りをしている。火はとろとろと燃えて、その火に照らされた顔が可愛くて、私はじっと見ていた。まだ幼い顔だった。そっと呼んでみた。男の子は目をこすって不思議そうに俺を見上げた。私は中国語が使えたから、怖がるなと短く言って穴の中へ降りた。狭い穴に座って、私も焚き火に手をかざした。霜に濡れて凍りついていた軍服が温まっていく。何をしている？優しく聞いた。
男の子はここから遠く離れた村の子供だった。貧しい家の子供だった。村中の羊を預かって連れて歩くのが仕事だという。この冬の最中にか。うん。羊は軽草を食いながら歩きに歩く。果てもない荒野を男の子と羊は歩き続けるのだという。夜は穴を掘って男の子は潜って眠る。羊たちは身を寄せ合ってそのまま眠る。凍った星の雫が霜になって草原に降りる。羊たちの上にも降りる。そうするといい毛が取れるんだよ。それを買って売るんだよ、羊の持ち主は。そうすると高く売れるんだよ。それでお前は何をもらうんだね。毛の代金の4分の1をもらうんだ。男の子の顔が嬉しそうに輝いて白い歯が愛らしかった。そうか、今はしかし戦争なんだよ。大砲の弾丸だって飛んでくる。こんな風に火を焚いては危険だよ。うん、戦争が始まると火は焚かない。穴に潜ってこうやって耳を押さえてる。火を焚くのは戦争のない時だけ。そうか、しかしお前の火を見て私は偵察に来たんだよ。いきなり撃ち殺す兵隊だっている。火を焚くならもっと深く穴を掘って何かをかぶせて外に見えないようにするんだよ。そう言い聞かせて私は穴の外へ出た。少し歩いて振り返ると焚き火に土をかけたのか草原は暗く、ただ眠っている羊だけがぼーっと白く点々と浮かんでいた。そう、暗い空に浮かぶちぎれ雲のようにね。目を上げれば地の果てと空は一つに溶け合って、もうどこが空か草原かわからない。私は宇宙に浮かんでいるようだった。チリチリリ、霜が降りてゆく。しかし私の心は暖かだった。異常ありませんでした。羊飼いの子供が穴の中に潜って寝ておりました。私は報告した。その途端だ。バカモン、激しい声が飛んだ。その子はどうした。あ、そのままそこに。ふざけるな、そいつがスパイだということがわからんのか。いきなり拳が飛んだ。体が抜け取り目から火が吹いた。倒れた私は起き上がったところをまた殴り飛ばされた。歯が折れて飛んだ。気を失うほど殴られ蹴られ、最後に私はくくられて穴蔵に放り込まれた。水も飯も与えられず何日だったか。私は引き出された。部隊は進軍を始めたのだった。私は空腹によろめきながらひたすら歩き続けた。灰色の雲はうるうると空を飛び、冷たい風に白い雲が混じってちらちらと落ちてくる。小休止。ほっとして立ち止まったとき、前方の隊列の中に私はあの男の子を見た。羊飼いの少年だ。声が出なかった。あの子は捕まえられたのか。ぐるぐると縄をかけられ、青ざめて何を言われているのか
男の子は突然一人の軍曹に突き飛ばされ地面に転がった。私は思わず駆け寄って引き起こそうとした。男の子は私を見上げた。その目は怒りに燃えていた。私じゃない、お前を捕まえたのは私じゃない。けれどどうしてそれが言えただろう。助け起こそうと手を差し伸べたまま、私はただ棒のように突っ立ったままだった。出発。部隊は行軍を開始した。お前にもいい目を見せてやる。軍曹がせせら笑った。その時私は悟ったのだ。その子をスパイとみなし、村を焼き払おうとしているのだと。それからはもう話せない。いや、語らなくてはならないことだ。わかっている。だから語る。村中が駆り立てられた。杖にすがる老人もいた。孫の手を引く老婆もいた。若い娘もいた。赤ん坊を抱いた母親もいた。そして子供たち。村中のものが引き出され、ひとところに固められた。次々と食料が集められた。家々から運び出される小麦や芋やわずかな米。それだけは赤ん坊の。駆け寄る老婆は切り倒され、打ちかかる老人もまた刺し殺された。女たちは恥ずかしめられ、空っぽの家に火がかけられ、赤ん坊はその中に投げ込まれた。そしてあの実利会の男の子も私の目の前で刺し殺された。その目はカッと見開かれ、いつまでもいつまでも私を見据えていた。いつまでもいつまでも。霜の降る夜、チリリチリリ。私は思い出す。あの子の目を。